こんにちは、ヤミーです。今日も虎ノ門ランチ紹介していこうと思います。いつも冒頭に虎ノ門のランドマークとしてお見せしている虎ノ門ヒルズのツインタワーは、銀座線虎ノ門駅から直結で行けるように今年2020年3月に開通しています。そして虎ノ門ヒルズに直結で行ける駅がもう一つあって、それが日比谷線虎ノ門ヒルズ駅。その駅は日比谷線新駅としておよそ56年ぶりの今年2020年6月6日に開通しています。どんどん進化をし続けている虎ノ門。そんな賑わいを見せる虎ノ門のグルメ情報をヤミーのチャンネルではこれからもしっかりお届けしていくので、チャンネル登録していただけると皆様にいち早くお届けできるとともに、ヤミーのモチベーションが上がって動画を作る活力になりますので、チャンネル登録はまだだよっていう方はぜひチャンネル登録してってね。そうこう話してるうちに、銀座線虎ノ門駅から直結通路を通って虎ノ門ヒルズビジネスタワー1階までやってまいりました。だいたいこの間は5、6分ぐらいです。今日のお目当てのお店はこの虎ノ門ヒルズビジネスタワーの対面にあるので、と、おーおーおー、初ワープ成功。そして今日のランチはここ肉塊うのさんにお邪魔したいと思います。外観はガラス張りで綺麗系でシックなお店構え、ロゴは店名の肉塊にふさわしいガッツを感じるお肉ロゴ。メニューはローストビーフランチ一本勝負。それでは入店していきましょう。はい、どっちなんだい、パワー。清潔感のある店内、テーブル席とカウンター席があり、着席可能数は35席程度。カウンター席からはお肉の焼き上がりを目の前で楽しめて、店員さんが手際よく盛り付けしているところを観察しながら待つこと5分。赤、黄、緑、彩り豊かなプレート。ローストビーフは見るからにしっとりしてそうなロゼ、ローストの加減はバッチリそう。固めで調整されたゆで卵、山盛りのロメインレタス、25センチほどのお皿から今にもはみ出しそうなボリューム。定点カメラにもしっかり見せてから、早速いただきます。まずは 150g あるローストビーフから。ソース等の味付けはなく岩塩のみ。しっとりと柔らかい食感でたまらない美味しさ。噛むほどにお肉の旨みを感じれる。牧草牛の良質な赤身部分を厳選して提供してくれているので、脂身も少なくヘルシー。ペッパーをかければピリッとアクセント。 120% お肉の味が楽しめる。もりもりの野菜にもソース等はなく、野菜本来の味が楽しめます。いつもはソースなしの野菜は信じられないけど、今日この場所ではなんだか許される。パクパク口に運ばれて物足りなさは全くない。ローストビーフ、野菜を食べ進めていくと、サプライズのように現れるのが鶏肉のグリル 100g。 こういう演出は大好きである。こちらも塩での味付けで鶏肉の脂がなんだかしみる。一緒に出てくるスープはビーフのエキスが染み出したコンソメスープ。ほっと落ち着く一杯である。コロンと可愛くお皿に乗ったこちらはもちもちのチーズパン。炭水化物なしの満腹満足ランチをしっかりお伝えできたかなと思うので、皆さんとはここでお別れ。ヤミーを引き続き一人ランチを楽しむので、次回の動画でまた会いましょう。バイバーイ。緑色のポッチは今までに紹介したお店だよ。他の動画も見てみてね。
中の裏側はこんな感じ。 iPhone2 台で撮影してます。